どうも赤木です。今回は33節セレッソ大阪戦を振り返っていきたいと思います。結果は0対1。またもホームで無得点に終わってしまい、これでホーム4連敗となりまして、かなり深刻な状況になってしまいました。はい、スタメンの方ですね。鉄4231の布陣でグスタソンが膝の怪我があるということで、ボランチのところが安井と渡辺と組んで原口が今日トップ下に入りまして、左に松尾を持ってくる形となって、センターバック2枚はマリウスの前節の負傷によって、現状2枚しかいないということで、やはり佐藤と井上のコンビとなりました。一方のセレッソ、中2日で迎えるゲームですけども、前節から全く同じスタメンということで、まあ両チームある程度予想した通りのスタメンとなったかなと思います。はい、まず試合の展開なんですけども、前半ですね、ビルドアップで前進ができないというところがちょっと続いてしまったかなと思います。セレッソやはり 5-3-2 の形で、2シャドウのところは少しセンターバックにも行きながら、ただ見るのはレッツの2ボランチのところで、キーパーからセンターバックに行った時に少し内側をこう締めながらここまで出ていくと、サイドバックが当然空いてくるんですけども、そこに対しては縦スライドでウイングバックがしっかり捕まえてという形で制限をかけに来ていたと。レッツのこのボランチに対してもボールサイドの方はこう捕まえに行くような形で、サイドハーフに対してもマンマークではないですけども、ボールが入ったらアプローチに行けるような立ち位置を取りながら、セレッソのプレッシャーを受けていたんじゃないかなと思いますし、ここからねまたセンターバックに下げてみたいな展開で、セレッソのこうプレスの内側で、まあ、終始プレーすることとなってしまったのかなというふうに思いますし、やはり背後へのアクションがないことによって、このボールサイドで閉じ込められてしまって、ほんとこう無理やりサイドバック、特に右サイドの方からですね、こう連続レイオフみたいな形でこうマークを剥がしていくような展開でしか、こう状況を打開するような策がなかったのかなというふうに思います。その形でいうと、20分ぐらいのシーンで関根が高い位置に行って、大久保が少しこの辺にダウンしてきて、原口関根とワンタッチでつないで、サンタナもワンタッチで落としてという形で、もうワンタッチの連続で解放できたというシーンがあったんですけども、相手の矢印が来ている中での連続レイオフでの前進、そういった難易度の高いプレーはですね、やはりこの1回ぐらいしかできなかったと思いますし、先ほども言ったようにウィングバックが出てきたところの背後だったり、まあ、このシーンのようにね、ギネがわざとこう高い位置に行って、大久保がこうダウンしてきて左足で角度を作りながらみたいな形も、まあ、再現性がなかったということで、ボランチに入れても3方向からプレッシャーを受けるような形で、無理やりねターンしていかないと剥がせないような状況っていうのもありましたし、このポジションで渡辺の特性っていうのは活かしづらいのかなと。原口トップ下に持ってきて、ここで点を作ってほしいというところだったり、まあ、もしかしたらトランジションの部分での原口の守備強度っていうところも買っていたのかなというふうに思いますけども、前半に関してはやはり渡辺ボランチ原口トップ下、そういったところの意図はなかなか見えなかったのかなというふうに思います。後半ですね、スコルジャ監督システム変更してきまして、原口ボランチにして、松尾サンタナの2トップのような姿勢で渡辺が槍に持ってくるという配置に切り替えました。明確に狙いとしては、コメントにもあるようにこの背後のところですよね。この大畑持った時に、まあ、ウィングバックが出てくるタイミングでこう松尾だったり少し抜けてという形が、後半の序盤なんかはこうチャンスになりそうだなという雰囲気があったり、あとはセレッソの方も前半と同じくこういう形でセンターバックにシャドウが行きながらウィングバックが出てくるという 5-2-3 のプレスはまあ変わらなかったんですけど、時間とともに少しブロックの設定を下げてですね、 5-2-3 押し込まれたら 5-4-1 の形のブロックに少し切り替えたのかなというところもあって、レッツが押し込む時間帯、そしてレッツが押し込む時にはサイドバックが高い位置に行って、安井だったり原口が相手の3トップの手前のところで角度をつけながらという形でセンターバックにサポートしていって、この形で押し込んでいくということになったかなと思います。後半で言いますと、キネがこうビルドアップの時に少し内側に取って、大久保が外みたいな形でシャドウがいった少し後ろのところで受け入れたりですとか、まあ、先ほど言ったように松尾が中央に入ったことによって、芋づる式に相手をずらすような形、ウィングバックが出ていった背後みたいなところは狙っていたのかなというところはあります。ただ状況としては、2ボランチもしっかりスライドして、セレッソは2トップに対してこの3枚で見ているというような状況ではありますので、そういったところからもチャンス作れなかったのかなというふうに思いますし、まあ、レッツとしてはもう少し能動的に、やはりこのスペースにですね、まあ、もっとボールを素早く動かして、まあ、関根が内側に入ってきたり、渡辺がここで受けて少し圧縮してきたら松尾が裏みたいな形で、まあ、もう少し再現性高くできた部分はあったんじゃないかなというふうにも思います。ただレッツ交代策のところで前田を投入してきまして、この交代が、まあ、この試合に関しては効果的だったかなというふうに思います。それはもう明確に前田の動き、背後のところですよね、ウィングバックに対してしっかり背後を取っていく、それもこう内側に取っていくような形で、まあ、センターバックが3対2で見ているという状況なんですけども、やはりレッツのサイドのプレイヤーに対しては、まあ、ウィングバックが見るよう
ような、まあそんな形でもありますので、こういったところは狙えていましたし、やはりこの動きがあることによって、まあウィングバックを釣り出して関根がより高い位置を取れるという効果があったと思いますし、セレストに関しては5-2-3のような形なので、まあシャドウが少し戻りきれない時にはセカンドも拾えていたのかなというふうにも思います。背後を狙うことによって相手が後ろ向きになって、まあ、5-2 の形の手前のところだったりで、まあ、しっかり回収していくという作業も出てきたのかなというふうに思います。でその後はやはりセレストもカピシャーは山崎というおなじみの交代策をしてきまして、基本的には 5-2-3 で変わらないんですけども、よりこう 5-4-1 の形になることが多くなったかなと。それは先ほど言った前田の背後だったり時間帯によってもう割り切って切り替えたというふうにも思います。で一方列の方も小泉と中島、狭いスペースの中でも相手を引き剥がしていくような要素を持つ2人を投入しまして、 5-4 のブロックの手前、ワントップの手前で中島だったり小泉が受けて、見つけてさばいてみたいな形で、まあ、サイド起点に展開をしていって、まあ、84分なんかですね、前田が張って関根がウィングバックの後ろ側、右に西岡が出れないようなところにランニングをしまして、そこから折り返して小泉の決定機なんかもあったんですけども、まあ、そういったところも決めきれず、結果的には前半のコーナーキックからの失点を返すことができず、またも敗戦という形になってしまいました。はい、ということでセレスト戦ざっくり振り返りました。まあ、展開的にはまたこういう感じかというところで、セットプレーでの2試合連続失点に関しても、まあ、当然ですねニアとファーであのやられ方してしまってるわけですから改善は必要なんですけども、ただそれ以上にですね、やはりビルドアップのところでセレストのこの 5-2-3 のプレッシングの形っていうのは分かっていた中で、手前手前で受けに来てしまって背後へのアクションが少なかったりですとか、あえて相手を引き込んでそこから剥がすような、まあ、そういった形もなかなか作れなかったということで、まあ、ちょっとひどい前半だったかなというふうに思いますし、まあ、スタッツ的にもチャンスがほとんどないぞというような形でしたので、4試合で1点しか取れていないというのがうなずけてしまうような、そんな前半になってしまったかなというふうに思います。後半に関しては松尾を2トップの一角に入れて背後への抜け出しで少しねウィングバックの背後を狙ったりですとか、まあ、セレッソがブロックの位置を少し低くしたということも当然あるんですけども、原口をボランチに戻してセレッソが困るようなやり方を、まあ、取っていったのかなというふうに思います。ただやっぱりセレッソのシステムをもっと攻略していくのであれば、前半からウィングバックの背後を狙っていく形だったり、まあ、前半に1回やったような原口と渡辺で同時に背後を狙う形だったり、こう5バックのウィングバックとセンターバックを同時に動かすような形で、それも縦だけではなくて斜めにランニングして芋づる式にこう引っ張っていくみたいな形をですね、まあ、もっともっと頻度高くやっていかなきゃいけないなと思いますし、前半の振り返りで言ったようにサイドバックから内側に入れて連続でイオフみたいな形も共有してればいいんですけども、そういう感じでも見えなかったので、そもそも難易度が高いプレーですし、やはり未だビルドアップでの解放は課題になってしまっているかなというふうに思います。一方の守備の方もですね、セレッソの3バックに対して、まあ、少しサイドハーフが牽制に行くんですけども、まあ、そこまで行ききらない。やはりウィングバックが高い位置を取るセレッソに対して、まあ、プレビューでも言った対角のフィード、そのボールでですね、まあ、関根が少し対応ミスしてしまって、結果的にはセットプレーで失点をしてしまったということで、まあ、それは結果論なんですけども、それでも高い位置を取ったウィングバックに対してサイドバックが出ていって食いつく、特に右の坂田に対しては中に持ち込むようなドリブル、大畑なんかも前半1回食いついて、まあ、剥がされてしまったシーンがあったり、分かっていた部分でこう、られてしまったような、そんな形となってしまったかなと思いますし、この 4-4-2 で構えるハイプレスに行ききらないというやり方自体は初のコンビとなる両センターバックの連携のところだったり、ボランチが前へ出ていって最終ラインが上がりきってなくて、その前のところでロングボール蹴られてやられるみたいな、そういったリスクを取ったんだと思いますし、まあ、それは理解できる部分でもあるんですけども、結構セレッソのビルドアップの方もこう危なっかしいシーンもあったので、もっと連動して溜め切ってしまえばこうボール取れたんじゃないかなというシーンだったり、まあ、実際に取れかけたシーンは前半あったんですけども、ここもやはり切らずに 4-4 になってしまったので、まあ、この辺もですね少しもどかしい内容になってしまった要因の一つかなというふうにも思います。まあ、ビルドアップですね、ロングボールを蹴らずにここで剥がしてという形を試みたっていうところは、まあ、今後につながるといえばつながるとは思うんですけども、やっぱりやり方の共有のところで選手の瞬間的な判断になってしまっている部分が多いので、相手のシステムをしっかり全員が把握した上での連動がですね、今の列には足りないのかなと。相手の矢印の中だけでプレーするのは非常に困難ですし、爆弾を回すような形で、まあ、どんどんスペースも時間も奪われてしまうような、まあ、そういった形ではやはり前進はできないというところで、この辺は早急に改善が必要なところですし、まあ、順位的にはもうかなり危ない状況というか、もう残留争いですから、2週間相手の次節のベルディ戦、まあ、ここは個人的には勝ち点1でもいいのかなというふうには思ってしまいます。まあ、それはベルディのやり方が5バック
で上のレッツにとっては結構手強い相手かなというふうにも思うので、失点しないところから考えるべきなんじゃないかなというふうには正直思います。2試合少ないとはいえ降格が見えてきているという状況の中では、勝ち点を取る手段っていうのはどんな方法でもいいので、チームとして共通意識を持って戦ってほしいなというふうに思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録評価の方もよろしくお願いいたします。それでは。